こんにちは、小部屋てっちゃんことファクトリーギア店支店長の澤山です。今日はですね、こちらのですね、3台のステップアップチェスト、こちらを紹介しますね。ステップアップチェスト、名前の通りですね、このように、通常のキャビネットの上に乗っけてですね、3段引き出しを増やす、ね、ステップアップ、そんな、チェストになります。キャビネットだけでお使いの方ですね、天板の上に、ね、工具を載せたりとかね、そういう使い方をされていると思います。ですので、その能力を、そのまんまですね、使えるように、天板が使えるように引き出しを3つ、継ぎ足した、そんなイメージのチェストになります。こちらですね、引き出しの深さがですね、2種類あります。下の引き出しちょっと深くなります。でここにはですね、このようなスプレー缶が入るくらいの深さになっています。でキャビネットは1段ずつしか開かなかったと思うんですけれども、こちらはですね、3段で、同時に開くようになっています。こちらのチェストなんですけれども、やはりまあこのようにキャビネットの上に載せるという使い方もありますけれども、例えば車の中に置きっぱなしにしたいとかですね、そういう時には、乗っけたまんまこの上もですね、また荷物を置くスペースとして使えます。中にはご自宅にですね、部屋に置くという方もいらっしゃいます。そんな場合、これですと工具をこの中に入れて、この上に、ね、例えばテレビを置いたりですとか、いろんなものを置いたりできますので、いろんな、使い方ができると思います。こちらのステップアップチェスト、カラーはこのレッドとブラックの2色になります。店頭にもありますのでね、ぜひよかったら見に来てください。ご来店をお待ちしております。